はい、どうも、メンヘラおじさんです。えーと、まあ,あ、ぼちぼちやっていこうと思っております。はい。で、 ええと、まあ、ニュースで、あの、ちょこちょこ見るのはですね、あの、給食がストップしていると、いうのが、ちょっと全国規模で拡大しているという話なんですね。というのは、えー、給食とかを運営している業者が、あの、飛んじゃいました、というところなんです。えー、まあ、業者取れ,取,られ取れなくてですね、なんか子供たちが、なんかお惣菜弁当みたいなのを買ってですね、食べる姿っていうのが、あの、ちょこちょこ、あー、TikTok とかの、まあ、ニュースの切り抜きとかですね、えー、そうなんでも、まあ、あよくあり ますというようなところなんですね。で、えー、調理場もおいたら全然もう真っ黒系みたいなあ感じでですね。あの全然機能してませんというところなんです。で、えー、まあ委託契約している会社とはもう連絡取れなくなってうんたらかんたらっていう話で、えー、まあ突然亡くなるのはまあちょっとまあどうなのかなというのはあって責、えー、められてるのは業者だというところなんです。 ですけれども、えっ、ー、と、実際のところ、業者もその事前事業をやってるわけじゃないんで、あの、飛ぶには飛ぶなりの理由がちゃんとあったというところなんですね。えっ、ー、と、市と、まあ、言うたら提携して、えー、入札をしてですね、あの、一番安いところにまあ、発注出すというところで、で、契約を切られないようにするために安いところを出すんですけれども、今の原材料費の高騰とかで、もうとてもじゃないけれども、あのー、 対応できないと、いうことを、ま、結構言うてたらしいんです。あの、まあ、C の方はそれを、お言うたら、 えー、まあ、あ、そんなことないよと。あの、あっちはあっちで助成金みたいなの出せるよっていうことを言ったけれども、あの、それを拒否してきたっていうふうに言ってるんで、あの、なんかまあ、どっちが言った言わない議論になるんですけど、おそらく業者の方が正しいと僕は思ってます。はい。あの、結局のところ、だからもうこれ以上はどうしようもないというところで、えー、やってたんでしょうねというところなんですよね。はい。だから、あの、 ちゃんと利益を残すということを、えー、えきちんとした上で、しかも、その、十分な予算をちゃんと配分して、やらないと、継続して業務を行うことって無理なんだよっていうことが、あ、これでわかると思うんですね。で、特に、えぇ、ー、まあ、給食とかに関しては、だからその、人たちも雇ってるわけですよね。あのー、安い給料で。はい、あの、高い給料ではないと思います。はい、少なくとも。えー、で、 まあ言ってしまえば、まあギリギリの自転車操業みたいな形でやってる中で、あの、割を食うのは経営陣というようなところだったんだと思うんですよね。で、えー、そういうようなところで、 あの、まあ、破産申請え、結局するんだ、というところなんで、いやいや、まあ、あの、破産申請しないといけないような状態であれば、あの、何かしら、あまあ、寄り添うような形でですね、あの、運営をできるように、えー、まあ、なか、あの、補助を出したりとかですね、あるいはあ、その予算を増やしてあげたりっていうようなことをしてあげてたら、こんなことにはならなかったんだと思うんですけども、えー、そこまで気遣うことができる自治 死体とかはないっすねというところなんですね。はい。えー、警察学校や自衛隊一応統治とかにもまあ言ったらあそういう,う業者で入ってたみたいなんですけども、結局だからあの学校もそうですし。えー まあ、そういう公的なところって安く、えー、ご飯が食べるってうんたらかんたらなんですけども、えー、結局のところ、その業者の企業努力でなんとかなってたのに、えー、今の状況ではもうそれすらままならんという状態なので、あの、いい加減その安かろう、悪かろうでなんとかやれてるぜっていうようなのをもうやめた方がいいんじゃないかなとは思うところではあるんですけどね。あの、自分たちはこういうものが欲しいというのであれば、それに対する対価をきちんと払わないという いけないというようなところをやっていかないとあのなかなかこういうのはま持ちつもたれつだと思うんでもちろんその業者にも利益をちゃんと落とした上で、えー、やらないとその業者もそうですし、えー、そこと関連する会社の仕入れとか卸のところだって、えー、なかなか難しかったりもするともちろんその高、えー、事例で、えー、こんなことうまくやってますよあんなことうまくやってますよっていうところはあのニュースで出てくるからいやいや全国的にこんなことやってだから こういうことをやれば、あの、もっとできるんじゃないのみたいなことは、あの、外側からの人はよく言うんですけれども、そんなことができるんならとっくにやっとるわいっていう話なんで、ある、あるいはその、えー、それをやるということは、今までお付き合いしてたところと切らないといけないとかっていうふうになって、結局のところ、バランスを取った結果が、あなんですかね、えー、運営状況だったのに、えー、そういう言うたら、工例ばっかり出されてギャーギャー言われても、ほんなそっちに変えてくださいな、というようなことだと思うんですよね。でもそれができないから、あの、こっちに対して、いやいや,いや言うんでしょう、と。 いうところで、結局そういうものに、もう言うたら、すべてが疲れてですね。え、借金ばっかり膨れ上がってくるっていうことで、サジを投げたんだと思うんですね。僕はどっちかと言ったら、その、お、まあ、あの、もちろん、その、お困りになっているのは、あ、わかるんです。あの、いろいろあるんですけど、それは、あ。 結局のところその業者の、お、生まれたら、企業努力と、あの、本当に利益にならない仕事をやってきたからこそ、なってたわけで、結局そこの会社が潰れてしまったら、も、ももともないですよねっていうところを、あの、本当に、まあ、そのか利用者は、え、まあ、そこまで考えなくてもいいと思うんですよ。少なくとも発注している側の、え、上の人たちは、やっぱりそういうところをきちんと考えていないと、え、結局今のように、え、生まれたら、そういうので飛んじゃいまして、 it こう、不利益をこむるというかあ、形になるんだと思うんですね。で、これ、おそらく、えっ、ー、と、再度、別の業者に発注しても、すぐ入ると言われるかというと、そんなことはないと思うんです。結構、みんないっぱいいっぱいでやってるというところと、えー、結局、仕事にならない、えー、まあ、仕事をしても利益が薄いような、ああ、言うたら、お仕事になりかねないんで、まあ、事前授業やってるのと大して変わんないんですよね、というようなところで、継続してそういうことをするというところに対して、あの、すんなり その後釜が入るかどうかも結構問題かなというふうに思ってるんで、え、この問題は、ま、続編があったらですね、またお話しますけども、あの、もう言うたら企業さんに安かろう悪かろうで、え、なんでもかんでもしてくださいよっていうようなところが、もう、もうちょっと無理なんちゃうかなと。それは、あの、もうそれが最終できるんであれば、あの、ま、巨大資本でね、え、やってる、イオンさんが入るとか、ま、言うと渡みの宅殖が入るとか、そんなのはできると思うんですけど、でもそれなりにね、お金取ってると思うんですよね。 じゃななないいと業務にならないんで、えー、っていうところを本当に見ながらですね、えー、やっていった方がいいんじゃないかなと思います。僕はどっちかというと、えー、その業者が悪いみたいな感じになってるのはちょっと違うかなと思います。 ますね。はい。破産手続きまでしてるんで、相当、懐、台所事情もね、悪かったんだと思うんですよ。はい。で、それをほっぽり出した、あの、そう、発注者側それを無視してですね、えー、いろんなものを、まあ、無理くり押し付けて、えー、もっと気づくしろよ、というふうにやってる方も、方だと思うんですよね。だから、どっちが悪いというのはないんですけども、少なくとも、えー、もっと高い予算でですね、発注かけていれば、こんなことにならなかったはずなんで、えー、あの、で、えー、ございます。はい。というようなところ 1> で1、えー、本目動画を終わります。